今回はこんな方たちに来てもらいました。自己紹介お願いします。はい、キュートのリーダーの吉野真由美と萩原舞と中島咲です。よろしくお願いします。モーニング娘。などが所属するハロープロジェクトからおよそ8年前にデビューし、今や大人気を博すキュート。現在はテレビやラジオなどでも大活躍中の彼女たちが今回アイドル界隈初登場。名古屋には結構来ますか？そうですね、ライブで結構本当に何回のように来させていただいて、ね、結構じゃあいろんなところでライブしてる感じなんですね。日本特殊同業市民会館が定番ですね。あ、そうなんだ。そうなんですよ。すごい。じゃあもう頻繁にライブが多い感じですか？そうですね、名古屋に来るときは大体ライブでご参加もらって、はい、結構名古屋ご飯とかも食べます？で毎回帰りは天むすと手羽先食べさせてもらいますね。ひつまぶしとかは？この間食べさせてもらったね。あ、そうなんだ。いつ食べたっけ？食べたよね、あの収録の時食べたじゃん、いっぱい。あ、食べさせてもらいました。ちょっと焦るよ、二人一緒違うもの食べたら。この衣装はすごい可愛いけど。はい、これ新曲の、はい、衣装でですね、あの、はい、キュートは両 A 面シングルの、そうですよね、あの新曲が、はい、そうなんです、出たんですよね。ありがとうございます。ありがとうございます。都会の一人暮らしたいって思った男性という曲なんですけど、うん、それの都会の一人暮らしの衣装です。かわいい、はい、ちょっとなんかレトロな感じ。そうですね。どんな曲なんですか、新しい曲は？都会の一人暮らしの方は、あの田舎に住む女の子が、あの都会の一人暮らしに憧れるっていう歌なんですけど、なんか今の時期ぴったりの歌なので、ぜひなんかたくさんの方に聴いてほしいなって思います。もう一つは、もう一つは愛と持つ男子って方で、こっちは恋の歌ですね。はい、でもあのハッピーっていうよりなんかそういうんじゃないなっていう歌詞が結構詰め込まれてて、でもそれでもやっぱり前向きな歌詞で、胸を張って真ん中歩けっていう歌詞なんですけど、今回両 A 面ニューシングルをリリースしたキュート、それぞれインパクトのある歌詞が印象的なこの2曲、皆さんぜひチェックしてみてください。それでは最後にキュートの皆さんからメッセージをどうぞ。今回はこのメンバーで来させてもらったんですけど、あと鈴木愛理ちゃんと岡内里ちゃんというメンバーもいるので、今度はね5人で来させていただきたいなと思いますし、この5人のことを応援してもらいたいなと思いますので、よろしくお願いします。お願いします。そしてお正月にハロープロジェクト全体のライブがあります。いつもお世話になっております日本特殊陶業市民会館フォレストホールにて11月の18日と19日に行われますので、よかったら遊びに来てください。お願いします。